英雄星チャンネルの時間です。さあ今日ははいはい、なんと今日は若藤巨匠の秘密基地に来ましたよね、まあ、隠れ家程度ですけどね。いやいや、いつもスタジオでご紹介させている、あれほんの一部だということで。そうですね、門外不出と言いますか、あまり移動させたくないコレクションってやっぱあるんですよ。そういうのはなかなか店に持っていけなくて、まあ一人がニヤニヤしてるっていう状態ですね、まあ、希少価値もあるということですね。そうですね、そうです。で本日は、このね秘密基地で聞いたところによりますと、はい、そういう、まあ、倉庫っていうんですかね、その保管されているもう宝物はいくつも持っておられるとお聞きしましたんですけど。まあそうですね、この世に数体しかないとか一体のみとか、そういったもんですよね。じゃあもう本当に貴重な、もう倉庫からですね、秘密基地に来た、おもちゃね、貴重なおもちゃを紹介したいと思いますが、まあ、早速本日は、はい、もう見ての通りこれでかい、でかいですよね。でかい、まあ、車、はい、ずばりウルトラセブンポインター、ウルトラ警備隊のですよね。これは結構何センチぐらいありますかね。これはこれどのぐらいありますかね。これ1メーターぐらいありますかね。ああ、はい、この世で2台しか作られてないんですよ。この世にこのポインターの車は2台、ミニチュアカーですよね。ミニチュアともでっかいですけど、1台はウルトラセブンを演じられた森次浩二さんのレストランに納車されたはずです。諸星団さんの、はい、主役をされた、はい、お店を経営されてるレストランがある、はい、そこに1台がある、はい、でもう1台が巨匠ここです。なんでですかみたいな話に、まあ、突っ込みたいところなんですが、はい、世界に2台しかないのに1台にある。そうですね、まあ、ちょっとでいいですけど、どういうふうにして手に入れられたんですかね。これはどなたか欲しい方ありませんかっていうようなことで、じゃあうちも一応申し込もうって言って申し込んで。制作会社ですか。つぶらやプロの多分関係の方だと思うんですけど、だってこれ素人じゃできないですよ。このドアのノブまで別パーツになってるんで。なるほど、はい、これ素人の仕事じゃないなと。でこの見えないですけど下側に森次浩二さんがサインしてくれてます。これは実際サイン入りですか。はい、この下にねサインがしてありますね。はい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 、まあ価値は希少なんですけど、出来もいいという、はい、出来すごいと思いません。まあもう完璧ですね。ねえ、これは本当に特にウルトラセブンシリーズの、まあ、いろんなのありますけど、このポインターからは人気中の人気ですよね、はいはい、そうです。最も人気がある車両って言ってもいいと思います。間違いないですよね、はい、欲しい方たくさんおられますけど、じゃあもういつも通りですね、もう聞かせていただきますが、鑑定鑑定ズバリ値段の付けようがないじゃなくて、はい、巨匠そこをなんとかもし付けるとしたらおいくらでしょうか。それで欲しいと言われても困るんですけど、いややっぱ普通オークションとかに出たら、はい、200とかいっちゃうんじゃないですか。200万ぐらいはいってしまうんじゃないかと思うんですよ。まあ私個人的な意見いいですか、はい、もっといいと思います。そうですか。価値的にはもう世界に2台しかない。で一つは諸星団さんのお店、もう一つは巨匠、しかもサイン入り、しかも出来はもうほとんど手作り、はい、もうすごいレベル。まあ、お金ではないんですが、価値は先ほどおっしゃったようにすごい価値で200万以上、もう大のお気に入りで。そうですね、はい、はい、じゃあもう今日は素晴らしい秘密基地のまずお宝、巨匠どうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.